メーターの柳瀬です。それでは今回は先日リリースされましたデイビークラスタースノップショットから Amazon オーロラクラスターをリストアするアクションの使い方を見ていきたいと思います。まず最初に簡単に環境のご説明をしたいと思います。こちら私の AWS アカウントですけれども、東京リージョンに My オーロラクラスタースナップショットというデイビークラスタースナップショットが一つ存在しているような状態になります。今回はこちらのスナップショットを利用して Amazon オーロラクラスターのリストアをしたいと思います。それではクラウドオートメーターのコンソール画面に移ります。コンソール画面のトップからジョブの追加をクリックします。最初のステップではトリガーの選択をします。今回は HTTP トリガーを使いたいと思います。次にアクションの選択をします。今回は Amazon オーロラデイビークラスタースナップショットからリストアを選択します。次にクラウドオートメーターに登録してある AWS アカウントを選択していただき、アクションのパラメータ設定をします。リージョンは東京リージョン。リストア元となるスナップショット ID は My オーロラクラスタースナップショット。デイビーエンジン、デイビーエンジンバージョン、オプショングループ、クラスターパラメータグループ、そういったものを選択していただき、リストア先となる VPC セキュリティグループを ID で指定します。次に、リストアした後のですね、DB クラスター名を入力してください。さらに、オーロラのポート番号をデフォルトから変更する場合はこちらにご入力ください。デイビーインスタンスクラスをご指定いただき、リストア先となるアベイラビリティゾーンの選択をします。デイビーパラメータグループを選択していただき、デイビーサブネットグループの選択をします。マイナーバージョンを自動でアップグレードする場合は、こちらでするを選択していただきまして、パブリックアクセスができるかどうかという設定をいたします。さらに、リストア後の DB インスタンスの ID を指定します。使用したスナップショットを削除する場合は、こちらでするを選択してください。今回はしない状態で、リストアをしたいと思います。オーロラクラスターが完全にリストアされたということをですね、チェックしたい場合は、こちらのリソースの終了ステータスをオンにしてください。ジョブが実行された後、メールでレポートが欲しい場合は、こちらでオプションにチェックを入れてください。最後にジョブの名前を設定して、ジョブの作成は完了となります。ジョブが作成されましたら、ジョブの詳細画面にアクセスしていただくと、HTTP トリガーの場合は実行サンプルが表示されております。今回はこちらをコピーして、手動でターミナルから実行してみたいと思います。そうしますと、ダッシュボードに、オーロラクラスターのリストアが実行されていることがわかるようになります。それでは、AWS マネジメントコンソールに移ってみたいと思います。そうしますと、クラスターの画面にですね、先ほど私が実行されたジョブによって、クラスターがリストア中であることがわかると思います。このままですね、オーロラのクラスターを、ステータスを更新していきますと、完全にリストアされます。今回は、Amazon オーロラのデイビークラスターをリストアするアクションの使い方を見ていきました。ぜひクラウドオートメーターからジョブを実行してみてください。ありがとうございました。